皆さんじゃあ膝曲げますね。あ、もうちょっと力抜けます？抜いてます。抜いてます？おお、抜けてないっすね。本当に抜いてます。はい。あの、患者さんにさ、力抜いてくださいって言って、はい、あの、患者さん抜けてますって言ったら、それは、こう、はい、俺らの問題で抜けてないかもしれないから、はい、やっぱりしっかり丁寧に膝を曲げていった方がいいと思うんだよね。はい。その丁寧な膝の曲げ方を紹介したいと思います。膝関節を曲げるときなんですけど、さっきはちょっと大げさにやってもらったんですけど、なんかこんな感じでやって力抜いてくださいみたいにやること多いと思うんですけど、やっぱそれでも抜けない方って結構いるんですよ。で、力を抜いてもらうコツとしては、まず患者さんの硬い骨のところに僕らがこうやって足を入れて、しっかり奥まで入れるのが大事になります。で、その状態で僕らの体を動かして股関節を曲げていくように膝を曲げていくと、まず力を抜けた状態で膝を曲げられることが多いです。特に TK の術後の患者さんとかはまず90度も曲がんなかったりして、すごく痛みも強いので、まずはこういう風に90度まで曲げてください。90度まで曲がったらですね、次はこのように足を抜いて、今度はこっちの足を患者さんのここに当ててください。で、その状態で片方の手は膝の後ろに置いて、片方の手はまた肩の重心を持ってもらって、重力でこうやってダラーンって落ちていくのを手でブレーキをかけるように曲げてください。こういう風にやると体のまず接地面積がすごく多いので、その分患者さんはやっぱり安心します。しかもゆっくりゆっくりゆっくりっていう風に曲げていくと、緊張が抜けた状態で膝関節を曲げることができますので、特にですね、術後の方とかはこういう風にやると力抜けてできるようになると思いますので、ぜひこういう風に膝を曲げてみてください。